2021年もたくさんの動画をご視聴いただきまして、皆さん本当にありがとうございました。それでは今年もやっていきましょう。遊戯王デュエルリンクス負け試合24連発、2021年の年の瀬にお納めください。デュエルスタンバイ、来年もよろしく。ハングオンマッハ、見通していると言っただろう。大金星、よくわからんカード使うな。1から12までの2位のレベルを宣言したとできる。お互いのプレイヤーはそれぞれコイント数1回行う。ちょ、やばい、何これ。はで1回1から12まで宣言したはずだ。お互いのプレイヤーはそれぞれコイント数1回行い、どちらも裏が出た場合、自分フィード上のすべてのモンスターのレベルは宣言したレベルになる。どちらも裏が出た場合は自分は宣言したレベルのかける500はライフ失う。なるほど。え、やばいんだけど。ちょっと待って、え、それやばくない？フリーボールも投げらんないの笑う。久しぶりに怖くなったな。パクります。大丈夫？大丈夫それ。めちゃくちゃダメージ受けてっけど。あやー。説明しよう。自由解放、自分のフィールド上のモンスターが戦闘によって破壊され墓地を埋めた時、フィールド上の表側表示モンスター2体を選択して持ち主のデッキに戻すことができる。つまりシューティングスタードラゴンとスターダストクロニクルは両方ともデッキに戻されるのである。うわあ、嘘だー、嘘だー。スキル発動する時点で結構面白いっていうね。やばいやばい、やめて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 よ。なんでよ、俺500しかライフないんだよ。やめろよ。なんだこれ。うっそー、展開できないんで調子やばい。あー、この泥棒やめろお前。インジェクターかな。おいふざけんなよ。おい、俺のモンスター使うなよ。超進化の眉毛っていうことが分かりました。虫キングには僕慣れそうにありません。誰か救ってください。え、ブラックロスドラゴンっていうことはブッパしない、ダウンビート、そういうこと。謎すぎる。何をできる。ホルスの黒煙竜。やばい、それやばい、それ儀式デッキ相手にそれやばいって。儀式デッキ相手にそれ、そもそも儀式で綺麗じゃねえか。そもそもなんだろ、ゴミハンド。ホルスの前にそもそも儀式デッキねえじゃねえか。フローがないと、あ、フローじゃねえ、ロードがないとシステムダウン。いやマジでさ、ちょ本当に本当に、いやマジでストラクチャー発売されたさ翌日とかにシステムダウン積んでるやつも、持ちこたえてくれ俺の親族。そうなったら第8は第8じゃない、ビッグメンキーは別にいいわ。ビッグメンキーは別にいい。手札から魔法カード、財宝への隠し通路。やばいやば、3500ダイレクトやばい、3500ダイレクトやばい。ディフェンスバースト、えバトル、はこのデッキクソデッキすぎるだろこれ。これ逮捕だろ。おらおらおらあ、アステガラス石像奇策、トラップカード発動。えこの身が引き裂かれようと
それはいいわ、全然大丈夫だ、それは大丈夫、全然いい、2600はいい。あ、ちょっと待って、よくない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 、やばい、4700の貫通ダメージ食らう、やばい、うっ、切断来い、切断来い、切断来い、奇跡起きろ、奇跡起きろ、切断来い、勝ったか、まさかのこのタイミングで、嘘でしょ、嘘でしょ、勝ったんだけど、はやばいやばいやばい、死ぬ、ギガンテソウル、やめて、こんなファンサービス求めてないよ俺、こんなファンサービス求めてないよ、おかしいよこれ。さあ止められるのかい、止められないのかい、まあでもこれで変身しなかったら嬉しいな。対象のカードの効果ターン白島に攻撃する、エネミーコントローラー、え、これ無効になる、ならない、なるほど、え、これ待って、表示形式って変更できるんだっけ、あれこれでも変更できるか、はっしょ、このシンクロ召喚、え、あ、え、魔法カード発動、ネクロイドシンクロ、え、モンスター効果発動、は、おい、ふざけんなよ、何がハッピーレディだよ、なんだこの最強デッキ、ふざけんな、うわカードお、なんだこれ、なんだこの天才デッキ、嘘だシューティングスタードラゴンの攻撃、スタードラゴンのミラージュ、嘘だろ、お、聞いてねえよ、最終戦争を打つっていうデッキ作ったことがあって動画にもしてるんですけど、やばいわそれは、ノーモーウォーノーモーウォーノーモーウォーわーしノーモーウォー、指原凛を共感召喚していく、でこれでバトルフェーズ入っていく、通れうーテンセンの効果発動、全部テンセンの効果によってこのモンスターの打点がなんと1000ポイントもアップするぜ、やった、神ゲーきた、俺はこれでディープアイズ、やばい、ダーッ、マジかよ、完全に置いてかれちまった、さあ来い、俺に魔法カード舞い込め、行くぜ、カードを1枚ドローさせてもらう、いや、できないんだ、ドロー
なんやこのデッキ、なんだこのデッキ、なんだそれ、なにそれ、それ何その効果、知らんカード使うな、もう子供に俺で知らんカード使うな、なんだこのカード。最強だ、およそ最強ハンド。さあどうする、何魔導雑貨商人、あ強い、やばいやばいやばい、やばすぎる、やばい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 、おいおい強すぎるだろ、キノコ3枚落ちてるぞ、お前ふざけんなよ、どんだけ強い、やばい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 、死ぬ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 、相手の敵が8万キロの場合、相手のフィールド上のモンスターの攻撃をゼロにする、ちょっと待ってちょっと待って、やばいって、それはやばいって、やばいわそれ、6000ってなんだよ、えどういうこと、どういうこと、はまだ急だから速攻魔法発動、は説明しよう、ヘルテンペスト、3000ポイント以上の戦闘ダメージを受けた時に発動できる、お互いのデッキ墓地のカードを全てゲームから除外する、つまり私のデッキ墓地からモンスターがいなくなってしまいました、対戦ありがとうございました、嘘だろガチでキモい、エレキリン誰よお前、ヘルモスの爪、やばいかもしんない、あれあやばいかもしんないよ、待ってそれさ打点めっちゃやばい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 って、はほい、これでドローソース引けばいいだろ、お返しだよモンスター、ディディクロ発動だよ、おやめろお前、お前やめろ、お前何してんだ、お前なんてことしてくれたんだお前、クモン用はエンドよ、最強よ、これが最強ハンド、おっとビンゴ、おやめろ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 、お何してんだやめろやめろやめろ、お前お前何してんだよ、やっていいこと悪いことあるだろ、あやべえ、ギャー、壺の押し売りやめろ、DNA 移植手術、なるほど、これは属性を一つ宣言して、フィールド上の存在限りフィールド上の表側表示モンスターを忘れて宣言して属性になる、なるほど、闇属性になる、あれやばい、昆虫族光属性や、いや出せねえ、やばい、うざい、おいふざけんなよ、キモいだろそれは、おい属性変化するだけで出せるのかこいつら、ふざけんな、なんでこんな縛ってんだよ、光属性昆虫族とかさ、せめてどっちかにしろや、うわベルズーのボス、きめえきめえ、うわ棺きんも、キモいしか言ってないわ今のところ、いやーうわ一番強いの、一番強いの抜かれた、でもう一枚ハンデスですか、もうなんかどんだけハンデスする、しかもハンドどんだけ多い、1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8、どういうこと、おかしいってこれ、頑張れ俺はいける、俺はまだ参る、いやキモい、いやキモい、
おいふざけんなよ、何なんで食らわせんだよてめえ。は？俺普通に犯罪なんだけど。どうやら理解しようだな。そうだ、これがデュエルリンクスだ。やかましや。ペンデュラム召喚。すごい展開力だ、相変わらず。すげえ展開力だぜ。いけー、うおー、うわー、ガー、うわー、なんか死んだけど強いぞ。え、こんなデュエル見せつけられたら、はっ、